アンナ・ゼーガースはドイツの小説家である。本名はネティ・ラドバーに旧姓・ライリング。メキシコ亡命の後、東ドイツで活動した。代表作に第七の十字架、死者はいつまでも若いなど。マインツの裕福な古美術賞、イージドア・ライリングと妻のヘイト・ビヒの一人っ子として出生。両親共に宗教はユダヤ共生党派。 文学好きの母の影響で、幼少時には病気がちだったこともありドイツやロシアの古典文学を読んで育ち、トルストイに浸水した。1907年により、個人塾へ通い始め、1910年に高等女学校へ進学。1920年、アビトゥーアに合格し、ハイデルベルク大学に進学して、美術史、社会学、中国学を専攻し、マルクス主義、 社会主義にも関心を深めた。1924年、レンブラントの作品中のユダヤ人とユダヤ教、ジュードウント・ジュダント・ムイムベルク・レンブランツという論文にて博士号取得。1925年、学生時代に知り合った亡命ハンガリー人の社会学者ラースロー、ラドバーニと結婚してベルリンへ移り、作家活動を開始。1926年、 長男ピエールを出産。1927年に小説グルーベチュをゼーガースという名字だけのペンネームにてフランクフルト新聞に発表。ペンネームから筆者の性別が特定できなかったため作品を読んだ批評家からは男性作家の手によるものと推測された。ゼーガースというペンネームはオランダの画家ヘラクレス製ヘルスに由来し、アンナゼーガースというのは 初期の短編小説に登場する少女の名前でもある。1928年、長女ルートを出産。同年、聖バルバラの漁民一揆をアンナ・ゼーガースのペンネームで発表。この最初の単行本がハンス・ヘニー・ヤーンの評価を受けてクライスト賞受賞。1928年、ドイツ共産党に入党。この時期に書かれたアメリカ大使館への道では、 1927年のサッコ・バンゼッティ事件での処刑に抗議してパリのアメリカ大使館に押し寄せるデモ隊を描いている。翌年にはドイツプロレタリア革命作家同盟に参加、1930年にドイツ代表団としてハリコフで行われた第二回国際作家会議に出席し、初めてソビエト連邦を訪れた。メキシコで出版された第七の十字架、 表紙1932年に書かれた道連れたちは、これまで友人たちから聞いていたことをもとにした19、1919年から1929年にかけて、ポーランド、ハンガリー、ブルガリアでの鎮圧された革命運動家の物語だった。1933年にナチスが政権を取ると、道連れたちは、発禁になり、ゼーガースもゲシュタポに逮捕されたが、結婚して、 ハンガリー国籍であったため、ほどなく釈放された。この年、ドイツを去り、スイスへ、後に家族と合流し、フランスへ移った。1933年からは、プラハで発行されていた、月刊誌、ノイエ・ドイチェ・ブレッターの編集発行者の一人となる。1934年に、オーストリアのドルフス政権への労働者の放棄が鎮圧されると、 ウィーンを訪ねて、裁判の傍聴などをし、ルポルタージュ風短編、コロマン・バリッシュの最後の道や、2月を通る道を書いた。またモスクワに亡命中のエルヴィン・ピスカトールにより、聖バルバラの漁民一揆が映画化された。1935年には、パリで開かれた第1回文化用語、国際作家会議で演説する。1936年にはスペインを訪問し、 マドリードで開かれた文化用語国際作家会議に出席。また、ここでアレッサンドロマンゾに言い,い名付けを知り、一つの出来事から国民全体の構造を展開するという作風に影響を受けた。1938から39年には、モスクワ亡命中のジルジルカーチトリアリズム論をめぐっての往復書簡を発表。パリ滞在中の百三十七の十九年に、 1933年に、マインツに近い強制収容所で実際に起きた、脱走事件から題材を取った、第7の十字架を執筆、ヨハネス・アール・ベヒャーの推薦を受けて、モスクワの国際文学史に一部掲載するが、独祖不可侵条約が結ばれたことにより、残りの発表はできなくなった。1940年に、ドイツ軍のパリ侵攻が始まると、オット・ラスロは、 フランス南部に観察交流され、ゼーガウスもドイツ軍を避けて、ピレネー山脈の麓のパミエに移った。ここで、夫の解放や出国の手続きに奔走し、この時の体験をトランジットに描いた。1940年にナチスの勢力がフランスに及んでくると、さらなる亡命先を求めて、パリ近郊を去り、マルセイユへ移り、 アメリカ在住の友人の援助もあって1941年に出国した。しかし西インド諸島のマルティニクで足止めされ、アメリカではコミュニストとして FBI に監視されていたために上陸を許されず、アッパーニューヨーク湾のエリス島に収容され、キューバを経由してメキシコに亡命する。メキシコではドイツからの亡命者であるルートィヒレンダともに自由ドイツ運動を起こし、 同名の雑誌を発行、反なち出版活動の拠点となった。ワイマールのドイツ国民劇場での式典の後、トーマスマンと共に、第7の十字架の原稿は、フランス在住に4部作成したが、そのうち3部は失われて、アメリカに渡った、出版関係者に預けた原稿だけが生き残り、1942年に、レマルクの推薦文が付されて一部短縮した、英語版が、 アメリカで出版された。これは、ブック・オブ・ザ・マンス・ブック・クラブの推薦図書になって、ベストセラーとなる。続いて自由ドイツ運動を拠点にして、ドイツから中米地域に亡命していた作家たちが作っていた、亡命出版社、エルリブロ・リブレから、ドイツ語版が出版され、その後多くの言語への翻訳が行われた。さらに、アメリカのデイリー・ミラー紙などで、漫画版が連載され、 作画は、レンベルク生まれで、ドイツから移住していた画家ウィリアム・シャープが担当した。1944年には映画化され、さらに、ヨーロッパ戦線に向かう兵士が、ドイツの国内事情を知るために、軍用ポケット版も作成された。戦後1947年、アメリカ合衆国、スウェーデンを経て、ドイツへ帰国。この間に父は1940年に、マインツで死去。母は、 ポーランドのピアスキ強制収容所で1942年に殺害されていた。先にベルリンに戻っていたベルトルトブレヒト夫妻のもとに身を寄せた後、西ベルリンに今日構えた。同年、ゲオルク・ビューヒナー賞を受賞。10月に第1回ドイツ作家会議で作家と精神と自由と題する講演を行う。1919年から1945年までの ドイツの社会の動きを捉えた、メキシコ亡命中から執筆していた、死者はいつまでも和解を完成させ、1949年に交換。1950年、東ベルリンへ移った。1951年、ドイツ民主共和国国民賞を受賞。同年、中国を訪問。1951から53年に、東ドイツで、 全8巻の全集が刊行される。1952年、ドイツ民主共和国作家連盟の会長に就任。1955年、現在のアンナ・ゼーガース記念館のあるアパートへ移った。ドイツでは、アメリカ軍によって、映画、第7の十字架は、占領軍への抵抗につながることを恐れて、上映禁止にされており、東ドイツでは1954年、 西ドイツでは1972年まで続いた。小説版第7の十字架は、東ドイツでは1950年頃には広く読まれるようになったが、西ドイツでは68年世代が現れて以降に徐々に読まれるようになった。1960年愛国公助賞金賞受賞時、オットナーゲルらと共に1959年に発表された決断では、 1947年から1951年までの多くの人物の登場する対策で、東ドイツ創設期の社会断面図が提示されている。かつて滞在した西インド諸島とその歴史に関心を持ち、1948年から61年にかけて、ハイチの園、グアドループにおける奴隷制裁導入について、公主台に出る光の三部作を執筆。 ハンガリード・オランジにおいて、ルカー・チジェルジュの救出を試みて失敗した、アウフ・バウ社のバルター・ヤンカが1957年に、反革命罪で告発された時には、ドイツ社会主義統一党の第一書記、バルター・ウレブリヒトに直接抗議を行ったが拒絶され、夫の身にも危険があったためにそれ以上の擁護は、できなかった。没後に発見された、正義の判事という短編は、 権力の手先として働くことに抵抗する若い、判事を描いたもので、このヤンカ裁判におけるアンナの苦悩を表していると考えられており、2000年にドイツで映画化された。1961年、ブラジルを訪問。この時の滞在をもとに、徒行からある恋の物語を執筆。1978年に、夫のラースローが死去し、その後はタンザニアでの支援活動を行う。 1983年6月1日に死去。芸術アカデミーにて国民葬が行われ、ラースローやブレヒトも眠るベルリン中央部の私立ドローテン墓地に葬られた。ゼーガースの墓1977年にマインツ大学の名誉作家称号を授与。1981年にマインツの名誉市民になった。1986年にはドイツ語圏と、 ラテンアメリカの文学を対象としたアンナ・ゼーガース賞がアンナ・ゼーガース財団により制定された。ベルリンの住居は記念館として公開されており、マインズの成果も公的に保存されている。ハンス・ベルナー・ヘンツェ公共局第9番では第7の十字架が作品化されている。ベルリン・アドラー・ショフチック・アンナ・ゼーガース通りの記念碑、ABCD 新集世界の文学42ゼーガースの作ッ中央、口論者、1971年 ABC、第7の十字架、岩波文庫2018年、保坂和夫、解説ハットで、フリッツ・ J、ラドッツ、大サイト、ビブリオテックデア百ビューカー、フランクフルト・ AM、ズカンプ1980に取り入れられているが、編集者はその理由として、 アイン・アルティッジス・ドークメントでアンティ・ファシスタス県、ドイチェン・リトラ・トゥーアであるからと述べている。なお、同書でのダス・ジー・ブタ・クロイツについての解釈は396から398ページ。岩波文庫、第7の十字架解説、下巻 P405 から406、未来を乗り換えた男。ワウワウ、2020年4月21日閲覧。ありがとうございます。